はい、こんにちは、まるんぽチャンネルのまるぽぽです。はい、今回もご視聴ありがとうございます。今はですね、東北の方から帰ってきまして、まあ数日経ったんですけどね、前回の動画、ハイエースの動画で言ってた、電子レンジね、膝蹴りでね、ちょっと割っちゃったって言います。はい、あれとかをね、ちょっと、まあ直したいというか、多分直さんとダメなんでね、やっていきたいのと、まあ、ベッドの方をね、今後まあちょっと組んでいくんですけど、まあそれをどうしようかなっていうのがあって、まあそこをね、ちょっと検討しつつ、はい、組んでいけたらと思います。では、今回も頑張りまーす。はい、ということでね、ちょっとトヨタの方から、このサイドバイザーっていうかな、ここのやつね、以前この塗装するときにもう外してしまって、まあ古かったんで処分してしまったんでね、ちょっと注文しておきました。うん。で、こちらの方もね、はい、つけていきたいと思います。窓枠をね、まず外して当てがあって、で採寸をねしていきます。採寸ができたら、こちらの方に金具の方を取り付けていきます。金具がついたらね、ゴムの方を戻してサイドバイザーを当てて、でこの時ね、もう両面テープの方を剥がしてから、はい、取り付けていきます。で最終的にこの金具をね取り付けていくと、サイドバイザーがつくっていうような感じになります。はい、サイドバイザーはね、一度取り付けたらすごく簡単なので、もう2つ目はね、もう取扱説明書も見ずにね取り付けることができます。できた。それでは電子レンジを外します。とりあえずね、電子レンジが外れたので、今からね、この蓋の方の交換をしていきたいと思います。はい、それではね、電子レンジのドアを取るためにネジを外していくんですけど、結構簡単でね、周りのネジ6本ぐらい外して、あとドアのね、ネジを3本外したらドアが外れました。はい、ということでね、この扉、新しいやつね、届いたので、これの方をね、つけていって、また設置していきたいと思います。はい、ということでね、とりあえずですね、電子レンジの方は一旦、まあ、ベッドを組んでからにしようということになったので、ベッドをね組んでいきたいと思うんですけど、一応ベッドの下にね、これ、ニトリでね、購入したこういうボックスがあるんですよね。これをねこう下に収めることによって、まあ、荷物がね、まあ、置けるみたいな。で、まあ、全部じゃないんですけど、一部このボックスを出し入れして、まあ、ここにね着替えとか入れて、こう家で入れ替えるみたいな感じのことをしたいなと思って、はい、これに合わせてね、ちょっとベッドを作っていきたいと思います。まずはベッドのベースの木をハイエースの床の方にね、取り付けていきます。はい、次はね、ベッドの柱になる部分を作っていきます。はい、ということでね、今日の、DIY、窓のね、サイドバイザーと、こちらベッド、まだちょっと中途半端ですけど、これはね、また明日やりたいと思います。はい、ということでね、今日はここまで。では、また明日。はい、ということでね、今日はハイエースのね、ベッドのね、DIY ということで、はい、2日目になります。はい。ちょっと朝からね、ホームセンターに行ってきたので、はい、ちょっと部材追加ということでね、はい、これからね、作業の方していきたいと思います。では、頑張りまーす。
はい、今日はね、いよいよベッドの枠の部分と天板の部分を作っていくので、アルパパはね、ブライワックスでまたあの塗装の方をしつつ、マルGの方はベッドの方を組んでいってもらいます。いかんだろ。あ、正確や。お前な。出ない、こっちは。正確が出た。まあ、ええな、ちゃうな。はい、ということでハイエースのね、ベッドの組み立て2日目が終わりました。まあね、あの周りの板こうやってできたので、明日はねこれをちょっと組んでいきたいのと、あとね電子レンジの方をつけていけたらと思います。はい、ということでまた明日。はい、おはようございます。今日はですねハイエースのベッドの DIY 3日目になります。はい、あとねあの電子レンジ、はい、今からねちょっとつけていきたいと思います。では今日も頑張ります。はい、一応ねこんな感じで電子レンジの方がつきました。はい、ちょっと前にね蓋をつけようと思ったんですけど、ちょっとねつけると走行中ねちょっと外れたりしそうやなっていうことで、まあとりあえずねこのベッドの方の高さもあるので、まあもう膝蹴りはしないかというところでね、とりあえず一旦これで様子見ようと思います。でこちらのねベッドの方、今からねちょっと板張りの方をしていきます。はい、ということでね、こちらのベッドの方と、あと電子レンジ、はい、まあ、直ったというかね、はい、あの扉の方交換終わりました。ということでね、こちらの方のベッドなんですけど、今幅はね、だいたい55センチぐらいの出幅なんですね。で、ベッドマットが80センチっていう形になってるので、ベッドマットの方はこんな感じで、ボックスを2つ置いてですね、はい、あの使用していくような感じになります。まあ、通常はね、マットはね、ちょっと立てかけて使うような感じになります。で、こちらのベッドの下の方なんですけど、この蓋をね、こうやって開けると、まあ、こうやってニトリでね、あの購入したボックス、はい、が入ってまして、一応これがですね、4つ入るようになってます。はい。で、この辺にね、小物類を入れて、一番右側ね、ちょっと広い目のスペースを作ってるので、まあ、食器を入れるのか、まあ、それとも、ね、あの、大きい、かさばるような衣類、まあ、これから冬になるんで、トレーナーとかね、まあ、そういったものを入れるのか、まあ、今後ね、ちょっと考えていきたいと思います。はい、ということでね、今回の動画はこれで終わりです。はい、登録がまだの方、ぜひね、登録をしていただけたら励みになります。あとね、グッドボタンもよろしくお願いします。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。